ため技ってもう前ためでいいんじゃねえのって話を俺してたことあって、前に歩いたやつの火力が上がる方がいいんじゃないのっていう、絶対ボタンガードの方がいいですよって、格ゲーは絶対ボタンガードっすよってフードは言うね。ただ俺は、まあ個人的な好みで言うと方法くださいって思ってる。村野さん間違いが多いんですが、なぜ攻めないか教えてきて。なぜ攻めないのか、攻めない、攻めないっていうか、いやなんか結局自分から行く利点が少ないゲームになっちゃってるね。まあ、ゲーム性の話っすよ。まあ、格闘ゲーム、まあこれしょうがないことなんで、しょうがないっていうか、まあゲーム作りの段階で変えれることだと思うけど、まあしょうがないこととして、例えばさ、走ってさ、まあこのゲームラッシャーだから走るって表現ちょっとまずいけど、まあ、じゃあ普通にさ、腰の入れたパンチをうんってやるのと、腰引けながらうんってやるのって、威力全然違うわけじゃん、現実世界って。でも格ゲー一緒なんよ。だから待ちになっちゃうよね。だそこをうまく、その前に出なきゃいけない理由を作んなきゃいけないんだけど、ドライブゲージ回復早くするだけだと足んなかったね。正直ね。すげえわかりやすいっしょ。天才なのかな俺、例えの。うん。まあだから、前に行くことが強いゲームだったら前に行くね。その別に待ちたくて待ってるんじゃなくて、そのどっちが勝ちやすいかっていうことを考えて動いてるんだよ。で、そして俺の好みとしては、攻めたいというのがある。俺の好みとしてはね。ギルティみたいに消極的だと D ゲージ下がるとかどこ、それぐらいやっちゃってもいいかもしんないね。もしかすると。HSBC、BCC。だからそれだとまたちょっと窮屈なゲームっていうか、ラッシュ飛びインパクトバランスよく使えば攻めの方が強い気がする。それはもう、インパクトはね、もうだいぶ返すのが上手い人からすると、別に見てなくても返せるみたいな感じになっちゃってるから、ラッシュ、そうね。ちょっと厳しいよね。インパクト返せなかったらある程度のここで打ってくるだろうな。インパクトはね、練習すれば返せるようになる。ラッシュ止まらないゲームも多分くだらない。まあそうだよね。難しいと思うけどね。ソシックスのバランスは格ゲーの中で。格ゲーの中っていうと俺やってない格ゲーから分かんないけど、まあ、一作目でこれは、まあ、今までで一番良かったんじゃないかなと思うけどね。これでもね、そのなんか JP 強いとかルック強いとか言われてたけど、このゲームが一番良くなるシステム追加って何だと思う？むずいね。システムか、システムって言われると難しいな。なんかさ、俺昔、っていうか、ため技って、もう前ためでいいんじゃねえのって話を俺してたことあって。前に歩いたやつの火力が上がる方がいいんじゃないのっていう。その、ガードっていうさ、めちゃくちゃ強い行動をしつつ、出せる技に制限が加わってないっていうのが、多分問題で、そう、前ためで操作性最悪。それはストリートファイターに慣れてるからだね。だから、要するにさ、その、縮こまっててしゃがんでる相手、要するに完璧に守りが強い状態の相手に火力を持たしちゃってるわけじゃん、今って。で、前に歩いてる方は、リスクは背負ってる代わりに攻撃力が上がりますとか、例えばね、まあ例えばだよ。どうやってバランス取るのかとかまでは分かんないけど、ボタンガードとかやったら違うのかな。まあ、フードはそれをめちゃくちゃ言うよね。絶対ボタンガードの方がいいですよって。格ゲーは絶対ボタンガードっすよって。フードは言うね。まあそうなのかもしれない。俺はバーチャーやったことないから分かんないけど。後ろに入れてるだけで、その最も安全な状態になってるのはやべえだろっていうのがフードの意見だよね。逆波動コマンドとか、まあ、あんま、それはあんま気にしなくていいと思うけどね。中央の人が後ろ入ってるってないとかは。ああ、まあ、ビビったらさだけどね。まあ、ただまあ、そういうもんだって思って、なんか一応さ、メリハリがあるじゃん。その、まあ、間違いなんだけど、正直かなりね。スト6も、勝とうと思うと。ただほら、D ゲージない方がさ、下がってある方がいくみたいな。一応、メリハリ、まあ、それがあんまり大したメリハリになってないかもしれないけど、一応メリハリがあるから、ただただ時間が過ぎてくみたいな感じじゃないよね。ただ俺は、まあ、個人的な好みで言うと、ちょっと、投げ以外のダメージ取る方法くださいって思ってる。中断とかじゃなくて、もうちょい間を取って、別になんか半分でいいよ。600とかでいいから。中攻撃でラッシュ漏れればどうすか。全然賛成だね、俺は。全然それでいいと思うよ。白ダメみたい。まあ、削りはさ、まあ意思、まあ、その意思を持ってこの仕様にしてるから、ドライブゲージもう少し削って、まあ、そこなんだろうね。
あ、まあ、そこなんだろうなと思う。 あとは、ドライブエージをもう少し削れるようにするか、ガードした後の回復クールタイムをもっと遅くする。例えばさ、頑張ってさ、その沖のキャンセルラッシュを食らうリスクを承知で前に歩いて、なんか通常で触るとすんじゃん。でその後にさ、ちょっと時間が経つともうその罰則がなくなっちゃうから、そこなのかなって気がするな。なんか殴りに行ってもヒットしてないと見返りゼロみたいな状況だから今、まあゼロは言い過ぎなんだけど、そうなんだよね。まああんまりガードのクールタイムだから技ごとに設定するとかね。例えば飛び道具のさ、ガードのクールタイム長かったらそれはクソゲーじゃん。だから飛び道具は全然もう、あ、てか飛び道具強すぎるんだけどね、このゲームはね。生ラッシュ日本消費、それは今の話の解決とは全然違うね。むしろまたより間違いになるね。ガード時の D ゲージ減少プラスバーンアウト時の歩き速度減少。バーンアウト時の歩き速度減少とかはマジで弱くなりそうだね。ガードさせた時の D ゲージの上げ下げ個別に調整、上げ個別に調整してあるでしょ、ないのバッタが増えそう。確かに。でも飛ぶとゲージの回復が遅くなるからね。前歩きガード詰めていくといつの間にか D ゲージ削られてるよ。これが不満。スト4とかスト5やってた人からすると、そこがやっぱり、なんか、前歩きしねえ、前歩きしねえなってなっちゃうよね。弾が強いんですか？強いキャラに弾があるのが強いと思ってるのか、そんなことないですかね。まあ、それもあるって感じ。それもあるけど、弾も強い。バーンともっと弱くていいは、まあ、かなり早い段階で思ったよな。弾弱かったらマジでゲーム動かない気がする。いや、それはスト6に関してはない。過去のストリートファイター系にはそうだ。過去のストリートファイター系は結構そういうところがあったけど、このゲームに関してはドライブゲージがいい役割を果たしてる。ただもうちょいそのガードした、技をガードしてしまったというペナルティ、まあでもそれもな、だからそうすると歩きガードも結構ペナルティ制約になるから難しいんだけどね。なんかやっぱちょっとなんか出た当初思ってたよりも空振り、技の空振りが強いんだなっていうことだよね。竜同キャラとかさ、マジで技空振れないじゃん。まあ、マジで空振れないは言い過ぎだけどさ、空振り結構咎められちゃうから、あれぐらいなんか技の空振り咎められるといいと思うんだよね。なんか当たるとさ、画面激押しのダメージもうさ、2割ぐらい、2割5分とか減るさ技にさ、差し返せないっていうのはやっぱちょっとどうしてもディフェンシブになっちゃうからね。ガードレスター D ゲージ回復しないでよくないですか。まあそれでもいいかもしれないね。弾性能だけに限定する、最近は竜なんですかね。いや、ガイルじゃないですか。竜ルークって今思えばとんでもない格差でしたね。確かに。あの時はさ、ルークのが強いっぽいよぐらいだったけど、今考えるととんでもねえよな。ブランカン中盤なんとかして。あれ、剣とか竜はまだいいんすよ。バイアス差し返しできるから。ジェイミーとかやってた時、マジでどうすんだこの技と思ったけど。よく勝ててたね。まあまあまあ、みんな攻略がぬるかったからね。中攻撃もカラキャンしないか。まあ俺はそれでいいと思う。マジで。マジで中攻撃ラッシュ漏れていいと思う。竜がルークに勝ってんの弾と火力ですか。火力はどうだい、君の目にはそう映るかい。まあ弾は勝ってんじゃない。てかまあルークってめちゃくちゃ攻撃力高いんで、竜がどうとかじゃなくて。インパクトパリーでなんとかなるの治らないですかね。あー、それね、いや、うん、すごい受けがシビアになるけど、俺はそれでもいいと思うよ。ちゃんとインパクトで返さなきゃダメってことだよね。全然それでいいと思う。マジで橋のしのぎむずくなるから、俺はそれでいいと思う。やっぱり両対応だもん。まあ、両対応っつうか、もう、ね、やっぱ強いよね。バーンアウトしてもエセで返されるのは OK。まあ、なんか、バーンアウト時間さらに増やしたんだけど、俺はいいと思うんだけどね。てか、その、どうなんだ、難しいとこだよな。もっと気軽に D ゲージ吐きたいよっていう人もいるだろうしね。SA1 無敵削除でも俺は別にいいと思う。このゲームってさ、結局その、バーンアウトしてない時って、無敵技ないキャラ結構しのぎ大変だけど、まあ言うてバクステとパリーであんま変わんねえんだ。バクステとパリーとなんかジャンプリッパーとかで大して変わんねえのよ。キャンセルラッシュとかに対しての、まあ選択肢、例えば残儀戦とかさ、残儀戦とかは無敵技ないはめっちゃでかいんだけど、まあ、そうじゃなければね、あんま変わんねえんだわ。駒投げ持ちとか相手じゃない限り。